碇隆史一は、日本のカーデザイナー。富士重工業のデザイナーとして、スバルアルシオーネのデザインを手掛けた人物として知られる。1944年、千葉県に生まれる。幼少期を八日市場で過ごし、日市で映画館を経営していたおじの影響で自動車に関心を持つ。中学生の時自動車の設計士を志し、千葉県立捜査高等学校を卒業後、 お茶の水美術学院での浪人生活を経て、スバル360のデザイナー、佐々木達造が教鞭を振るっていた、武蔵野美術大学に進学した。大学では造形学部工芸工業デザイン学科を専攻し、1969年に卒業。富士重工業に入社し、スバル技術本部デザイン科に配属、群馬県大田市の社員寮へと入寮する。 初の愛車は、スバルフォルティ氏もマイナス1であった。1973年、先輩社員であった、ヤコウヒロシの紹介で知り合った女性と結婚。ナコードは、佐々木達造が務めた。在職中、アメリカ合衆国アートセンターカレッジオブデザイン、留学、ヨーロッパ駐在、シゲル工業への出向を経験。2004年、スバルカスタマイズ工房へと移籍し、 2005年に退職。晩年は、書籍の執筆や、郷土志雑誌への寄稿、自動車ファンとの交流、母校である、捜作高校の同窓会東京支部、スサイアズマ会役員を務めるなどして過ごし、2016年11月20日、群馬県大田市で死去した。スバルカスタマイズ工房が手掛けた、ブリッゼンマングスタとジュリア・ SS。ありがとうございます。